大変よ。遠足のバスが高速道路で事故に遭っちゃったんだって。それ今テレビでやってる。それで斉藤先生が。
クラスの半数以上の子が怪我したらしくて。なんてこと。 いつもあなたが使っているチャットルームへログインして、自分で調べてみてください。私の言っていることが間違っていないってわかるはずです。それと、私が言ったことは全部本心です。これだけは信じて。 ねえ、ナイトハルト。
ここは病気や怪我だけじゃなくて心にも効く病院なんだよ。あの人に調べてもらえれば。今日はどうしました？あの西条です。ん？ああ、これはご丁寧に。高階です。はじめまして。無遊病かどうか調べてほしいと書いてあるが、何かあったのかな？別にいいじゃん。先生が覚えてようが覚えてなかろうが関係ないっしょ。最初の目的を忘れちゃダメ。あの、自分でも知らないうちに外に出かけてて、パソコンで文章打ってて、それを全く覚えてないなんてありえますか？おお。知り合いからそう指摘されて混乱しちゃって。その知り合いの人が冗談を言っているっていう可能性はあると思うかい？わかりません。なるほど。ちなみに、その知り合いとはどういう関係だろう？恋人？はあ？あ、いや、言い方が悪かったかな。じゃあ言い直そう。その知り合いの人は、君が意識もないまま歩き回っているのを、実際に目撃したのかな？じゃあ、証拠はないわけだ。そいつ、探偵気取りって、いろいろ証拠を突きつけてきて。そういうことか。ちなみに、
これまでにも無遊病の兆候はあったかい？いえ。朝目覚めたら、いつものベッドじゃなくて違う場所で寝てたっていうことは、過去に一度でもあった？いえ。じゃあ、その知り合いに言われたのが初めてっていうことだね。僕、寝てないんです。もしかして怖いのかな？でもそんなに深刻になる必要はないよ。いや、その…はずきくん、ちょっと。はい。無遊病はノンレム睡眠の時に起きやすいって言われてる。脳が通常の活動をしていないから、普通の受け答えとかは成立しにくいけど、ちゃんと返事もするし、階段などを踏み外さずに上り下りすることだってできる。原因としては、精神的なストレスを抱えてる時になりやすいんだ。子供に多い症状だけど、成人でもよくある症状なんだよ。これで分かっただろ？深刻になることはないって言った意味が。はあ。無遊病かどうかを調べる方法としてはいくつかある。一番手っ取り早いのはここのベッドで寝てもらうことだね。ただ特定条件じゃないと発生しない場合もあるかもしれない。例えば自分のベッドじゃないとダメとか。意識がない状態で出歩くにしても、目的もなくふらふらと歩き続けるのか。それとも、何らかの脅迫観念があって、それに影響されて何らかの一連の目的を持って出歩いているのか。それに、君の精神状態についても、特定の条件下じゃないとダメかもしれない。自宅のベッドの上ならリラックスできるけど、ここじゃリラックスのしようがないわけだ。どうする？とりあえず寝ていってみるかい？3時間くらいしたら起こしに行きますから。できるだけ目は離さないようにしていますので、安心して眠ってくださいね。それでは、ごゆっくり。
ッキー、外出嫌いなのに病院来るなんてすごーい。私前から思ってたんだけどさ、タッキーって実はすごく強い男の子だよね。私そんなタッキーの強さが好き。それにタッキーは無遊病なんかじゃないよ。私毎日タッキーのこと見てるもん。だからわかるさ。騙されちゃダメだぞ。タッキーには私がいるっしょ。またあのコンテナハウスで二人きりで過ごそうね、ボケナス。帰らなくてもいいよ。どういうこと？迎えに来たから。おはよ、ボケナス。のんのん、ここは二次元だよ。二次元的にプニプニなんさ。ごめん、セイラタン。タッキーなら、いいよ。本当？うん。他の人にはこんなことされるのは嫌だけどさ。特に進むとか、あいつに胸触られたら、金棒で月までぶっ飛ばしちゃってる。静かに。声出すと、看護師さんたちに見つかっちゃうっしょ。次元になっちゃうべきだよ。タッキーはまだ三次元なんさ。だから私が二次元にしてあげる。一緒できるよ。それにすっごく気持ちいいよ。
そんなタッキーが好き。自分の体見てみて。タッキーもこれで二次元の住人だよ。二次元へようこそ。夢か。
西条さん。おはようございます。結局3時間ぐっすりでしたね。少しうなされていたみたいですけど、大丈夫？でも、無遊病の症状は結局出ませんでしたよ。まあ、今日はたまたま症状が出なかっただけかもしれないから、無遊病でないっていう断定はできないですけど。それはあなたの心理状態を把握するためのチェックシートです。心理テストのようなものね。それを書いてくれたら今日はもう帰っていいって先生が。先生は？ごめんなさい。ずっと診察が続いてて。来週まで様子を見て、まだ改善が見られないようならもう一度来てください。チェックシートは質問に対してイエスかノーかだけを答える簡単なものですから、当てはまる点があったらイエスにチェックしてくださいね。今後の西条さんの治療に対する参考にしますから、じっくり考えて答えてください。はい、お疲れ様でした。それでは、待合室でお待ちください。お薬が出てますから。薬？ええ、先生の指示で。弱い精神安定剤です。ぐっすり眠れるようになるし、
副作用などもありませんよ。のぞみ。のぞみさんっていう美人女社長が設立したカウンターテロ組織とか、漫画みたいだ。
で、そんなに辛いならさ、読まなくていいって。タッキーがド M ってんなら別に止めないけど、辛そうなタッキーは見てられないんさ。もうやめよ、楽しいことだけしてようよ。いつも見たく、あたしにハーハーしてもいいからさ。
犯人を早く捕まえてくれよ。あなたには予知能力がありますか？予知能力があるって思わなきゃ、納得できないような画像データをあなたが持っていたから。合成だって証拠を見つけちゃえばいいさ。あの画像解析しちゃおうよ。あの女を論破しちゃえばタッキーはもう怯えることなく平穏な生活に戻れるんだよ。やるしかないっしょ。警部補、君の報告を。警部補、バン警部補、聞いているのか？呼ばれてるっすよ。バンさんの報告待ちなんすから。すんません。報告は諏訪から。自分っすか？俺がいなくても報告しとけって言っといたろうが。早くしろ。犯行現場近くの監視カメラの解析がようやく出たっす。出ました。犯行時間に不審な人物が映ってました。
プロジェクターに映像を出します。犯行現場から約50メートル離れたところにあるコインパーキングの監視カメラです。犯行現場近隣の住民の証言により、21時過ぎから21時半頃まで釘を打ちつける音がしていたというのはご承知の通りだと思いますが、この映像は21時34分、つまりまさに犯行時間直後ということになります。不審人物が映っているのは21時34分53秒からおよそ6秒間です。駐車場の前の道を奥から手前へと走り抜けていきます。科捜研で解析した結果、映っている人物は男、年齢は10代後半から20代とのことっす。です。人相の判別までは無理でした。服装がかなり特徴的ですが、これは小島にある私立水明学園の男子制服と分かりました。それと右手に注目してもらいたいんですが、スローで再生するとわかるが、走りながら腕を振っている際、この握りしめている何かが駐車場の照明に反射して光を放ってるんだな、これが。形状からして、犯行に使われた十字架型の杭である可能性がある。最も犯人に近い人物がこの少年だということか。まあ、そういうことになりますね。以上です。ひどいっすよ先輩、おいしいところ持ってって。ようやく尻尾を出したんだ。そいつを掴んで離さねえようにしないとな。
なんだこれ。僕だ。あなたには予知能力がありますか？うるさい！そんなはずはないんだ！セーラ助けて。きっとそうに決まってる。出るわけがない。僕は奴らにいつ殺されてもおかしくないんだ。西条くん、
誰かに見られていたような。D.I.D. つらいんですね。でも、私なんなんだよお前は、コソコソしやがって。一つぐらいあってもいいだろう。
ファンタズム FES。 これが予知ってこと？やっぱり犯人だけあってネットに顔写真が流出しないようにしてるのか。あさって、そんなの嫌だ！だけど、やっぱり無理だ。ライブなんて行けるわけがない。
もうやめてよ。考えろ、匠。僕にできることを考えろ。よう、タク。待ったか？ほらよ、これ CD な。俺自分の分も買っちまったよ。いやー、予想以上にいいな、ファンタズムって。俺、あんまミーハーになりたくなかったんで聞こうとしなかったんだけどよ、今日ちょっと生で聞いただけでファンになっちまった。特にボーカル、ありゃマジでいい女だぜ。お前、女見る目あるな。
どんな人だった？ああ、そっか。報告な。なんか探偵みてえで面白えな。そう思わねえ？髪型はショートカットだった。え？スタイルがすっげえ良くて、あと背が高かったな。ありゃ俺と同じぐらいはあるんじゃねえの？背が。他には？そうだな、アンニュイな雰囲気してたな。声はクールってイメージかな。結構ボソボソと喋るタイプだった。胸のサイズはまあまあ。でもゴスパンの服は妙な色気があったぜ。ああいうのもありだな。断然あり。っていうかよ、そんなにフェスに興味あるなら自分の目で見ればいいじゃねえか。ほら、行こうぜ。え？待って。見たいんだろ、フェスの顔を。素直になるって。浮気ってのは男の性だよな。たくも大人になったもんだぜ。は？この前一緒に帰ってたメガネの子のことは、今夜だけは気にすんなって。俺も田中のことは忘れるからよ。今日はいつもより調子いいわ。
声がクリアに聞こえる。世界がとても澄んでいる。呼吸突性の門が閉じているからかもしれない。世界の均衡は大いなる意志が生まれてから数千年間保たれていた。でも今それは崩れつつある。とても不安定。だから私は歌うわ。君たちのカオスを受け入れてあげる。次は3曲目。密教の首飾り。
うつだ。なんだよこいつ、捨てるぞお前。あーもうムカつく。僕の経験値っていくつなんだろう。もしナイトハルトに自我があるとしたら、ねえナイトハルト、僕はいつでもお前を見てるんだぞ。お前はそれに気づいてるの？なんつって。
お兄、何ブツブツ言ってんの？それよりほら、この記事はどうかって聞いてるんだけど。これ、色が結構可愛いじゃん。いいと思うな。それっていい？でもな、お兄にはちょっと可愛すぎかも。似合わなさそう。大丈夫？やっぱり人の多さにやられちゃった？マクディで休もうか？そっか、じゃあなるべく早めに決めるね。でもちょっと迷っちゃっててさ。もしかして逃げようとした？確かにナナが選ぶのに時間かけすぎたのは悪いと思うけどさ、だからってナナを置き去りにして逃げようとするなんてひどいよ。お兄のバカ、携帯の電磁波の浴びすぎで腎臓を悪くして死んじゃえ。一生懸命お兄のために選んであげてたナナがバカみたいじゃん。こうなったらもう適当に決める。お兄なんてナナと同じ機種で十分だよ。
今日契約するんだからね。それまで絶対逃がさない。わかったよ、話せよ。わかったならさっさと来て。ナナが初期設定してあげるから、マグディやろ。どうせ鬼、携帯持って帰っても電源入れずにほったらかしにするに決まってるんだから。ナナがちゃんと使えるようにしてあげる。ねえ、着信メロディーはどうする？なんか希望ある？あ、アニソン。却下。そんなだからお兄はおたくさんなんだよ。あ、そうだ、大村彼らの新曲にしたら？あれすっごくいい曲だよ、最近のナナのお気に入り。それこそ却下だ。うん、まあお兄に大村彼らは似合わないか。あ、そうそう、それとね、お、あったあった。ゲロカエルの不良品。不良品じゃないよ、先週出たギョロリゲロカエル。は？知らないんだ。やっぱ遅れてるなお兄は。ゲロカエルンって毎週金曜日に新作が発売されてるんだよ。もう全部で12種類ぐらいあるんだから。ナナが携帯につけてるのは最初に出た普通のゲロカエルンでしょ。で次がデブッチョゲロカエルンで、その次がカクカクゲロカエルン。第4弾がのっぺらゲロカエルンで、第5弾が輝くゲロカエルン、第6弾が一番人気があって猫ゲロカエルンっていうの。その後が幽霊ゲロカエルン、眠るゲロカエルン、燃えるゲロカエルン、ゾンビゲロカエルン、酔っ払いゲロカエルン。
コンプリートしてるの？もちろんだよ。全部集めなきゃ意味ないもん。毎週買うのに行列ができるんだからね。というわけで、このギョロリギョロカエルあげる。え、なんで？このストラップを携帯につければ少しは女子から、お、やるなっていう目で見てもらえるから。コンプしなきゃ意味ないんだろ。僕がそれもらったらお前揃わないぞ。心配しなくても大丈夫。2つ買ったもん。毎回2つ買ってるのか。今回だけだよ。お兄の携帯用に余分に買ったの。わざわざ。わざわざ。別に並んだのはお兄のためじゃないよ。あくまでついでなんだから。いらない。わざわざ買ってきてあげたのに。ついでだったんだろう。っていうか僕ゲロカエルとか興味ないし、むしろキモいし、うん、だからお兄は女子にモテないんだよ。でも抵抗しても無駄だからね。ギョロリゲロカエルもうくっつけちゃったもん。もし勝手に外したら毎週並んでもらうの刑だからね。並ぶって何に？決まってんじゃん。新作ゲロカエルを買うための行列。2時間待ちとか普通だから。変な気分だな。うん、やっぱ変だよ。お兄とこうして二人で出かけるのって久しぶりな気がするもん。いつ以来かな。よく思い出せないや。お兄はいっつも部屋にこもってアニメ見てるかゲームしてるかだもんね。ま、たまにはこういうのもいいかな、新鮮で。さすがに毎日はあんなのも嫌だけど。せいぜい太るがいいさ。半分食べる？もう手遅れだよ。そういうこと言うと女子に嫌われるって覚えといた方がいいよ。
ゲームだ。こんな世界は虚構のゲームの世界に違いないんだ。なんであの言葉がここで出てくるんだ。